おはようございます。2021年6月5日土曜日朝5時10分です。だいぶ昨日に比べたら、ね、落ち着いてきてます。天気はね晴れ、風の方は北西風なんですけど 3、4メーターぐらいかなって感じですね。ちょっとね強めですね予報より。で天気は晴れ、気温の方は17度の朝となっております。ちょっとねやっぱ潮が多いのかな。朝今日干潮だった気がするんだけど違ったっけ。朝干潮じゃなかった今日って。朝いっぱいか。今から下げるんですね。8時55分が干潮になってるんで、まだもうちょい下げるんですけど、あんま潮回り的にどう？今から50センチぐらい下げるぐらいですかね。50センチも下げんかっていう感じです。んで波の方なんですけど、地形の方がねいかんせんあんま良く なさそうで、あでも穴あるねここね。ここあるわ。流れの方はどうでしょうね。流れはそんなどう、だいぶ収まったかなこれ。ちょっとセット感がこれぐらいあれば普通に出れそうな感じですね。これね。ちょっと他にもいいポイントありそうなんでチェックしたいけど、パーッと遠く見渡す限り人を入ってないです。今横の人一人入ってきましたけど、どうでしょうね。ゲットできますかねこの人。まあ、ここだったら多分で普通のね中級ぐらいの人だったら出れると思うんですけど、そっから行くみたいな。そこじゃねえだろうっていう感じのとこから行きましたけど。まあいいや。まあ今日はちょっとがっつりやりてえなーって感じですね。普通にショートも持ってきたんで。まあそんな感じの朝の波状況になっております。今日は波あるんでね、
またちょっとドローンで撮影の方もしていきたいなと思います。インサイドのスープっていうか、インサイドが結構もう胸肩ぐらいの波が来てるんで、ちょっとゲットするとき死にそうですけど、まあ気をつけてやりましょうというところで、朝のね、波状況の方終わろうかなと思います。いつもね、ご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。今朝も乙畑修賀がお伝えしました。それではまた。あと後ほどドローンで。